公立千歳科学技術大学は、北海道千歳市耳758-65に本部を置く日本の公立大学である。1998年に設置された。大学の略称は、鍵台、千歳鍵台。本学は、いわゆる公設民営大学であったが、2016年12月、公立大学科を求める要望書を千歳市に提出した。2017年1月、 千歳市は本学を公立大学法人化する方向で検討に入った。2017年7月、千歳市議会は調査特別委員会を設置しその可否について審査。2017年10月25日、山口幸太郎、千歳市長は2019年4月の公立大学改革に向けて取り組みたいと表明。千歳市が公立大学法人を設置し、 本学を公立大学に移行させる方針を示した。千歳市議会の特別委員会は2018年1月、市の公立化方針を是認することを決め、同年3月市議会定例会にて報告された。2010年度以降定員割れが続いてきたが、公立化の動きに対する受験生、保護者の反応は早く、2017年度入試は一転して志願者像となり、 2018年度新入生は8年ぶりに定員割れを解消した。市は2019年4月の公立移行を目指し、2018年6月の市議会定例会に公立化を提案、同意の議決を得た。市は直ちに北海道と文部科学省に公立大学法人の設立と大学の設置者変更を申請した。翌2019年1月31日、 北海道から市に対し、公立大学法人公立地歳科学技術大学、設立に係る認可書が交付され、また同日付で、文部科学省から、地歳科学技術大学設置者変更認可申請、及び、学校法人地歳科学技術大学解散認可申請が認可された。すべての手続きを完了し、同年4月1日に、 公立大学法人公立地とせ科学技術大学が設置する公立地とせ科学技術大学に移行した東大学の研究成果をもとに起業したベンチャー企業。ありがとうございます。